皆さんこんにちはレ REX 専任講師の池永です今日は皆さんのお時間を少々いただきましてですね土地科学調査士の試験対策として非常に有効である関数電卓の複素数計算モードの得意技についてですねお話をさせていただこうかなと思いますはいじゃあちょっと画面を切り替えますね 具体的にはですね、レック2022年合格目標の土地価格調査士計算特訓講座の中から抜粋という形でお送りすることになります。計算特訓講座は全7回あるわけなんですけれども、その中からですね、複素数計算モードの得意技、こちらの方を説明している部分を抜粋してお送りいたします。4ページです導入です。す導入ね。 はいえー、まあ大きな文字でいろいろ書いてありますけれども、複素数計算モードの電卓操作法って何がすごいのっていうと、X 座標値および Y 座標値を同時に計算できる、こういう利点がありまして、えー、座標法による面積計算、変調計算、起点距離および方向角の3点セットの座標値の計算、ここら辺は極めて得意でございます。でもちろん、高点計算だって複素数計算モードでやろうと思えばやれますよ、まあ、そんなお話もね、後日いたします。 でえー、まあその下にねこんなこと書いてありますよね、えー、基本計算モードしか知らない他の受験生に対して、圧倒的な優位に立ちうる電卓操作の技能でございますよということです。むしろね、あのー、そういうことを皆さん知ってるんで、複素数計算モードを使っている方ってすごく多いです。ね、なので、もう複素数計算モードを使わないと、正直、ちょっと厳しい部分も出てくるかもしれませんのでね、まあ、複素数計算モード、しっかり学習していただければなと思っております。 複素数,数計算モードの得意技、その1、座標法による面積計算ですね。はいえーまあ、当然、えー、土地価格調査試験の勉強を始めて、インプット完成講座、例えば全体構造とかね、そこら辺をやってる頃は、基本計算モードで、えー、座標法による面積計算やるわけですよね。はいでまあ、例えば、ABCD、4点しかない土地の面積だって、まあ、基本的にはこういう球積表を書きながら、まあ、電卓を操作していくわけですよね。 おそらく皆さんも最初の頃は座標法による面積計算をやるだけで、もうひと仕事だったんじゃないかと思います。関数電卓の操作だって、これ、抜粋ですよ、とても長いので、途中を省略しておりますが、延々と引き算、引き算、引き算、その後掛け算、掛け算、掛け算、途中でいろんな数値をメモらな,なきゃいけないとかいうような話をして、やっと求まるのが座標法による面積計算という印象をお持ちの方、多いと思うんですよね。 まあ最初のうちは本当に座標法による面積計算がメインイベントみたいになっちゃってる場合もあるんですけれども、それが複素数計算モードになるとどうなのかっていうと、まあ、こんな感じ。四角形ね、えー、四角形の面積をまあごく一般的なやり方で複素数計算モードで式を立てると、これだけ、これぐらい、たったこんなもん。たったこれだけで、はい、ここになんか倍面積出てます。で、それをまあ半分にしてやると、実測面積が出てくるよと。まあ、たったこれだけです。 複数,数計算モードならたったっこれだけでんで済むございますで。しかもですよ、計算対象が四角形や三角形の場合、さらにわずかな式でやれる,ことがやれる場合があります。四角形や三角形ならあさらに簡単にできます。たったこれだけ。で式1本ポンと立ててやると倍面積が出てきます。それを半分にしてやると実測面積ですよ。ねえーまあ、あ5ページに書いてあったあ延々と数値を入力していく手間に比べると、いかに楽か。 ね、実際、これしか叩かないんだから、関数で、ね、た、え、ね、ー、いかに楽かっていうことをお分かりいただけるんじゃないかと思います。さあ、7ページも見ていきましょうね。はい、7ページです。まあ、ここら辺は本当に複素数計算モードってこんなに便利なんですよって話なんで、まあ、気楽に聞いていただけると良いんですけど、7ページですね。はい、えー今度は複素数計算モードの得意技、その2、変調計算でございます。変調計算をするってなったら、もうポーラー関数、大半の方はポーラー関数を使ってるんだろうと思うんですよ。 このポーラー関数ってそこそこ便利な関数なんだけれども、だけど、変調計算をするっていうことになると、変調計算のたびにいちいち座標値を入力しなければならないでしょ ?X 座標差、カンマ、Y 座標差みたいにやって、やっと変調が求まる。だからちょっと複雑な土地の形状について変調計算をするとなると、その変調計算だけで相当程度時間を取られてしまう、ひと仕事なんですよね。 これもちょっと基本計算モードの限界っていうところかと思うんですけど、複素数計算モードだとこんな感じになっちゃいます。はい、複素数計算モードでは座標法による面積計算の通入でに ABS 関数を利用して変調計算をしますよ。例えば AB 間の距離だったら ABSB-A とか、こんな風にある。そうすると変調がズバッと求まってくる。でまあ、慣れてくるとね、慣れてきて複素数計算モードの設定をちょこっといじ,くいじくってやる。ちょこっといじくってやると、もう ABS 関数すらいらない。 B-A って座標差を取るだけでなんと変調が出ちゃう。まあ、そういうさらに簡単にすることも可能なんですよね。なので無駄にって言っちゃなんですけれども、まあ、非常に時間がかかっていた座標法による面積計算や変調計算これを複素数計算モードでやるとズバッとサクッと終わってしまう、まあ、そういう非常に便利なアイテムなんですよ、はい。複素数計算モードの得意技その3、起点距離および方向角の3点セットの座標計算。 3点セットの計算というのは散々ね、計算特訓講座の前半で皆さんと一緒にやってきましたから、もうお分かりだと思います。例えば、インプット完成講座が始まった頃は皆さん、どんな計算をしていたのかなというと、まあ、おそらくこの1の基本計算モード、各個学習を始めた頃みたいな感じかなと思うんですよね。どんな風にやってたのかというと、まずステップ1として、デルタ X、起点から計算点までの X 座標差をまあ計算するのかな。そしてステップ2、今度は起点から計算点までの Y 座標差、デルタ Y を計算するのかな。 そして、ステップ3で、ようやく計算点の X 座標値を。そして、ステップ4で、ようやく計算点の Y 座標値を。みたいなね、えー、こんな延々とした計算。これをやって、ようやく計算点の座標値が求まるという流れだったんじゃないのかなと思うんですよね。はい。それがちょっと慣れてくる。ちょっとばかし慣れてくると、どうなのっていうと、その下の方にあります。8ページの下の方にあります。02のね、基本計算モード、括弧、レック関数を使う場合ですよね。レック関数を使う場合。 レック関数っていうのを使ってやると、デルタ X とデルタ Y が同時に求まって、X メモリーと Y メモリーに記憶されましたよね。えー、そして、そのデルタ X とデルタ Y を使って、ステップ2番目で X 座標値を、ステップ3で、えー、Y 座標値をという形かなと思います。はい、というわけで、学習を始めた頃は、1、2、3、4の4ステップだったで。レック関数の使い方を覚えるとどうかっていうと、はい、1、2、3の3ステップです。 3ステップで3点セットの計算をやってたわけですよね。はい。で、次のページ見ます。9ページです。はい。9ページに行きますと、まだ基本計算モードがちょっと続きましてね、丸3 ○三基本計算モード、慣れた頃慣れた頃 これ計算特訓講座の前半ではこういうやり方を皆さんにお話をしていたんですけど、ご理解いただいてますかね。はいえー、要するにどういう計算なのかというと、ステップ1では、起点の X 座標値足す距離か c o s サイン方向角。はい、これで、計算点の X 座標値を求めていた。そして、ステップ2では、起点の Y 座標値足す距離かけるサイン方向角。これで、計算点の Y 座標値を求めていた。 わけですよね、はいえー、ここまで来ると2ステップ、2ステップなんだということですね。はい。面白いことに、いいですか、えー、基本計算モードでも4ステップ、3ステップ、はい、2ステップと来ました。じゃあ、複素数計算モードだとどうなるのっていうと、これが丸4なわけですね。はい、丸4複素数計算モード。複素数計算モードでは次の通り、たった1つのステップで計算点の x 座標値および y 座標値を同時に求め、その結果をメモリーに記憶させることができてしまいます。 旧、はいえー、石解法のイメージそっくりの式がここに書いてあるのは分かりますよね。起点が A ですよ、立つことの距離 R、角度の角、方向角 θ、矢印 B ですよね。これが急接解法のイメージの最も典型的なパターンかと思います。ですよね。で、これにそっくりな式を関数電卓に入れてやる、A たす X、角 Y、矢印 B なんて書いてありますよね。はい、石解のイメージそっくりでございます でこういう式を1本入力してやると、計算点の x 座標値と、計算点の y 座標値が同時に求まります。旧世解法のイメージ通りの式を一発入れてやるだけで、計算点の x 座標値と y 座標値が同時に求まるよ。なおかつ、x 座標値および y 座標値を1つのメモリーに記憶させることができちゃうよ。これが複素数計算モードのすごいところです。 そう、そういうことでございまして、複素数計算モードだったら、たったの1ステップ、1ステップで座標値求まっちゃうんですよ、ということです。なかなかすごいなということはご理解いただけるんじゃないかと思います。これは使わない手はないですよね。はい、というわけでございます。はい、いかがだったでしょうか。複素数計算モードの便利さが少しでも伝われば幸いです。実は、複素数計算モードの得意技は、 座標法による面積計算や座標値の計算だけではありません。その特性を生かすことによって、極めて便利に検算を行うこともできるんですね。このことによって、さらに他の受験生よりも有利に回答することができるわけです。はい、というわけでございまして、レック2022年合格目標、土地核調査し計算特訓講座を利用して、ぜひとも合格の栄冠を勝ち取ってください。 はい。というわけでございまして、今日の私の話は以上でございます。えー、皆様お付き合いくださいまして、ありがとうございました。